確かに。これリタ君の編成何やってるの？ルートライダースパムなんだよ。あれって結局強いん？強いけど今日めっちゃこけるな。なんか普通にこけるくない？前よりは弱いけど、俺な何やればって思った。ちなみに俺先月死ぬ文字6個ぐらい編成やって結局スパドラに落ち着いたね。まあ強いよな絶対。スパドラマジ強いわ。多分ルートライダーがナーフしろナーフしろっつって、おバグロ、おバグロスパドラが強いっていう噂を俺は聞いたんだけど。何スパドラ？おバグロスパドラ。ちょちょ、タウンにタウンに隠して。やばいよ。あーラブさんこんにちは、お久しぶりです。あれおめでとうございます。告知それ前も祝ってたくね。じゃあそれはあれでしょ、お疲れ様の時でしょ。あ、国試の発表確か最近やった記憶ある。ゆうしさんこんばんは。ハロー。やるか。配信してなさすぎてフォロワー20人くらい減ってた。わかる。俺わかるってか怖くて見てないわそれ。YouTube の時がそうだったからさ。YouTube 逆になんか上げる、上げても下がるくない最初。ああそうやね。あ、こいつまだフォローしてたわ。そうそうそうこいついたわみたいな。よし、ハローメヒディ。おめでとうございます。ありがとうございます。4月1日だからあと2日後か3日後。いやーやるか。俺多分ブーストしたらマジリアル40分で終わっちゃう。いいよ。じゃあ俺も40分で終わろう。40分で終わってバロ配信に。俺それめっちゃやりたい。40分で終わらそう。サクッと。待って、一緒に配信で俺も今から配信するってことは。ああ始まっちゃったかと思ってた。あ、オッケーオッケー。じゃあそれで終わったら一緒にバロするか。そうそうそう。あ、オッケーオッケー。じゃあ俺も40分で終わって、絶対40分じゃ終わらんけどな。まあいいや、ガクが終わったら俺も終わらそう。アップデートから入ります。俺そのアップデートめんどくさすぎてスキップ押しちゃった。ね、俺ずっとスキップし続けてちょっとなんか古いバージョンでいいですかみたいな普通に入って押しちゃった、ね、ずっとなんかあれでしょ、後で通知するでしょ。そう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 。でそう、結局さ、うん、ルートライダー直しろ直しろ言われ続けてさ、うん、結局その次スパドラ強いのをみんな分かったってスパドラなくしろってなるよ。スパドラそんな強いん？マジで強い。俺最後の3日間俺マジで調子悪かったんけど、うん、最後の3日間全部300日で取れてたら、うん、最終順位はグロー11位だったの。上高っ。すごくない？その高かった。俺最後の3日間俺3203日連続で取られちゃったんよ、うん、だけど、あ、じゃあ違うわ、別の赤や。俺2つ高かったんよ。もう1個が3つ320取れたら15位で、うん、やばいやばい、普通にこけそう。やばいやばい、ふんふん面白いねいきなりふん。やばぐろ。ちょっと俺ね、スパドラの可能性をちょっと信じるわ。あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。ちょっと的に俺やっぱフロストの方が強い気するんだよな。でも時間早めんならフロストじゃねえと思うんだけど。あ、これ攻撃力高くなるやん。なんだかんだいけるやつか。いや、壁投げるのは違う。あ、つなさんこんばんは。ハロー。ちょっと待って、あれちょっとなんか違う。うわ、
ガクさんに教えてもらったラーメン行きました。あーマジっすか。俺どこどこおすすめしましたっけ。ちょっと1ヶ月ぶりすぎてもうおすすめは変わるからね。確かにね。刺繍の動画、うわ何これ、あれか。刺繍の動画なんか YouTube 出したくないよな。なんかわかる。自分が刺繍をやってたっていう歴史を残したくないみたいな1年前とかに見て、1年前に見て。ログラン付け忘れてた。配信開始ボタンがちょっと押すの憂鬱。憂鬱やな。いやマジこのオバグロ刺繍のおかげであれや、一日のレジ早く終わるから毎日が、ね、充実してる。一条の池、ああ行き、俺も行きたかった。なんなら一緒に行きましょうよ。俺なんかそういうガチ二郎系あんま経験なくて、コールとかあんま分かんないですよね。ああチョモランマでしょ。チョモランマだよ。え二郎でしょ。二郎だっけ。二郎、うん、チョモランマだよ、うん、あれ緊張しますよね。結構厳しい店でした。おハローヨヨジジイ、いろいろやる。また誰かレイドしてくれた。あー、センキューパルパル、センキューフォーレイディング。レジェンド。まあ、ライブ開始通知は世界一、日本一にしとくか最初日本一の、まだそれもはや日本一と世界一 RS さんと同じじゃない。いや、俺ねまあ、ちょっと分からすわ。俺もスパドラやりたいな。でもなんかあのさ、スパドラあれ欲しくない？あの吸血ヒゲと。え、俺ね、1ヶ月って半月やったけど、うん、俺全然吸血ヒゲよりガントレットの方が強いと思っちゃったわ。あ、そうなん？浅いかな。分からん。クイーン何？クイーンヒラ人形。俺ヒラ人形もサーブ上がってないよね。池田屋なんか苦手だった。ガチでもなんか関西で一番美味しいって俺聞きましたよ。そんな厳しくなかったです。あーマジありがたい。てかなんか一乗寺でしたっけ。アクセス悪すぎて。ユダ君リアル俺30分で終わっちゃうわ配信。でもタスク切らんからちょっと遅いけど。あーいいね。俺どんどんタスク切ってくからお、いい防衛してるよ。ヘプル世界一のバドラやって終わったら、そっちのあれもカバーしてほしい。
よし、やるか。あれ、あれかん？あれ、ストリームじゃん。あれ？何でも、うん、あれ？待って、これちょっと不運やわ、この別れ方。あれ？ディスコのあれが出ないわ。また設定あれされたんちゃう。3台以降ブロー、お前がブロー、これなんか毎回バグるんだよな最初しかもそれで月に数回しかやらんから毎回ね。え、俺やってた時ずっとなかったんだけど。確かにラダーでスパドラやりたいからスパドラも練習するか。近くに二郎系2軒あるからもう1個の方行っちゃってました。あれもう1個あるんですか。あ、割と大丈夫そう。俺なんかあそこ行ってみたいっす。あのなんか極系でしたっけ、極系みたいな。一乗寺じゃなかったでしたっけ。そこも面倒くさいからスクショ貼っとくわ。願いが二郎じゃないですけどラーメン小路バイク行きます。あ、俺もめっちゃ行きます。あ、ダメだ、駅のやつですよね。あの豚骨ラーメンめっちゃ好きです、博多なんちゃら。ああ、てかあれ登録した？世界大会してたな。ああ、したした。いつまでだっけ。いや、してないから。したか。まだ大丈夫だよね。したわ。今さっき下で登録、まあ登録なんかあれみんな誕生日とかやんなきゃいけないからさ。あ、意外と面倒いけ。もしかしてパスポートとか。あ、全然2分で終わる。あの、これでディスコードに接続。やばい、全然始まんない。でも超かけそう。オッケー。やるか。エコーだったの、ガックンの配信と。一緒に見てたからだ。そういうことね。ちょっとこれ全然違うの。京都られるんですか。僕滋賀です。草津だから滋賀は滋賀じゃねえ、京都は近いです。いや、ぜひ行きましょう。ラーメンオフ会しますか。俺もスパドラやりたいな。ヒーリングトーム。うん、それもヒールトームやってあげたんよね。やっとね。さすがに差しないときついわ。マジで強い。
しちゃった4周。ああ、センキュース。ありがとうございます、エンデルさん。ラダーってもうあれできない？ループライダー。でやろうと思ったらできるぐらいか。どういうこと？え、ラダーでスパトラやるって言ったけどさ、別に。ウルトライダー強いで。全然強いで。なんならアンチ2もこける気せんくらい強い。マジでうまいな。ん？マジでうまい。何が？スパドラ。スパドラ。俺のルートライダーを褒めてくれてんかと思ったこの一点。この面出しの。まあでもそういう雑な編成こそやっぱ PS って必要だよね。なんだかんだ。一周回ってライドラッシュいっちゃむずいもんね。ね。それマジでそれ。京都のラーメン美味しいですよね。しのおすすめ教えてください。僕次安子行こうと思ってます。あの河原町のなんだっけな、なんちゃらひげのなんちゃらみたいな、あれ美味しかった。おっさんのなんちゃらなんちゃらみたいな名前ダサくない？じゃ最近多いやんそういう。あ確かに、うん、なんとかおばさんのなんとかなんとかっていう喫茶店がめちゃめちゃ有名な最近東京だと。聞いたことすらないけど、ね、名前出したって思ってさ。でもなんだかんだボックスがいっちゃ苦手かもしれないこの編成で。忍者もこけてたのボックスだったもんね。ああ確かに最終戦かなんかで。なんとスパドラはボックスが一番楽です。スパドラね、まあ、ダイヤはねセンス問われるかなり。マジでこれいやこれね俺らダイヤ楽だよ。はい、スパあれウルトライダー、うん、それ2つマスターしたらマジで現環境最強じゃん。それ最強になれる。これワールブレイカー積むべきかな。カドテスラならまだいいけどさ、うん、カドテスラにクロワークあった時ちょっとだるくない？スパドラ。いやスパドラでもシューターめっちゃ使うでしょ。あ使う。それちょっと時間かかるよな。まあ、でも2分ちょいとか。マジ？クソ親父の最後の一振り。ああそれです。どうでした？俺この前その横にできた芥川行ったんですけどめっちゃ好きでした。新福祭館天神川店。あーなんかあれでしたっけ、京都駅の近くにあるとこでしたっけ。本店学 You decided not to upload this hit on YouTube。 I don't want to upload this strategy。 It's not fun to watch。 あ俺あれマビアトラ入ったよ。そうなん結局あれタウンまだ5やわ。であれもらったボーナス。
怒られた。ちょうど今日ボーナスを渡す日だったんだよ。そんな日ある？ゆかくん昨日もらわんかった？結婚前にもらったな。ホール5でもらえるの結構やばいね。ゆるゆる。でもあの人の人柄が結構好きやわ。アラジー、アザジー、それそれ、アジジーだっけ、アザジーみたいな、アザリー、アザリー。正直また再熱したわ、マジ。マジ俺タウン一生あげれんくて困ってんのに。一旦固めとく。このこれ系の感じ。いや、BOGC がね、なんかもう、まあ、今後給料も出すし、うん、みたいな、まあ、あんま配信で、まあ、あれやけど、うん、まあ、今後なんとかでみたいな話してて、うん、でもストラは入ったらお金も開けるしみたいな。レジェンダリーくれるしみたいな。あ、これやばそう、そうそうそう、やばそう、やばそう。でも一応さ、ガク君から聞いてない程度話しててさ、うん、え、本当にレジェンダリーレジェンダリーかの、ちょっと調べたんだけど、星1だこれ。アクタワー学生時代、美味しいですよね。あれ本店どこにあるんですか？どうあがいても星1じゃん。うわうわ、これだる。俺今さ最悪だ。あーだる。ワンちゃん、お、オッケーオッケー、よしよ。あー、ナイスナイスナイス。でさ、俺クラン抜けないとさ、でもレストランのクラン行ったんだけどさ、もう入れるの？うん、入れたで。マジ？だって俺1500、1600だもん、取ろう。俺多分200、300とか。ジャイアントアロー、ああ、確かに俺一回レジやられたけどめっちゃ強かったっす。それさ、本店はどうし、抜けないとクラン探せないの知らんくてさ。そうなの？リスクショー送ったらさ、うん、なんかクランのトラットガクがアリエンスに参加しましたみたいな、俺みたいなログが残ってて、チャットの俺が、あ、そうそうそう、普通に俺参加したっけ。いや、あれね、もともとポチャンがクラン立ってたじゃん。ああ、そういうこと、そういうことね。そうそう、それで、あれ今ガクと一緒にやってんのみたいに言われて、うん、そう、ガクンと星さんと始めたんだよって言って、特にモテやるように言っといてくれて。ちゃんとちゃんと心配してた。さすがに大工買った方がいいか。いや、2個でもいい。結局あれあげる量は少ないからさ。マジ？あ、そっか、まあ、逆にあれたまんないか、そんな。そうそうそう、結局あれあんまり切らんし。あとやばいのがさ、100円のエメラルド買い続けた方が安くなんだよね、大量に買うの。あ、星ちゃん言ってたね。そう、あれ結構やばい。ガバガバシステムすぎる。ふわジャイアントアロー花火愛好家で抽選で絶対弱いです。ティア表作るならティア F くらい。ジャイアントアロF にも行かないよあれ。あの県外みたいなとこにあるやつ。それこれ上げるのが上がってるのが恥ずかしいみたいな。あれウォームアップの使用率って間違いなくゼロだもんね。シンセ使ったっけ一回。なんか一回だけ、うん、なんか一回見た気がする。それこけたらマジでやばいよ。
かあれやった、取ったら勝ちの時や、なんていう、時間関係ない。いやもうやりたくないな。ね、でもインブニーのとこにマジ刺さってた。ああ、まあ、確かに絶対対策はされてないしね。でも自分だけのメタがあんならもう一層無双できそう。クロークないクイーンなんて怖くて使えない。うわすげえ配置。でも俺割と先月のやった感覚としては、うん、あべ、あ、いや割とね、スパドラでこれ上位いけるわ、かなり上位いける。マジ、まあ確かに確かに割と楽か。ダイヤでもね、うん、めっちゃ余裕なダイヤもあるし、うん、めっちゃむずい。あのなんかタウンがめっちゃ外にあってさ、タウン、隣にしてるなんか、はい、あるやん、あのベトナム配置、うん、いや分からんけど、いやベトナム人みんな使ってる配置あるやん、ダイヤで。そう、ダイヤっていうかなんかひし形で災害層。あ、はいはいはい、やっとが使ってたやつね、みたいな感じかな。理解みたいなやつは、ま、トップティアだね。あれむずいんだ、密集してるからあれかと思った。 JWC 次殺マンなので打ちかまします。シューターが刺さるなら強い。次ってことあれか、レギウス、レギアス。リュウタ君次出るっしょ、 JWC。いや、俺次多分出ないね。マジ？俺次出て、次リンリンに次は出てって言われて、次ってあれよ、次の試合ってことよ。ああ、次、ああ、それは出るよ。負けたら終わりって聞いた。ハミリアカンっていうハブ、出たよ。ファイブタウンホール16アカウント。でも俺やっぱね、求められるのが好きだからね。求められたら、なんなら、それ言うならなんなら俺ら初戦から求められてたから。いやいや、それは求められて、いや違うよ、思い出してみ、前回俺プレオフ出てないから、ね、ファッションだ。ああそうやな、そうやな、確かに確かに。10分の2とかで選抜落ちしたんだっけ。13分の1や。それもじゃあ笑わせんで。そんなひどかったっけ。うん、待って、キングどっか行っちゃった。あの勝ち確の時にルートライダーラッシュとかしてるだけだった。ちなみにルートライダーじゃない、ドラゴンライダーラッシュみたい。ドラゴンライダーラッシュのやつ、ちょ早くこけたわ、早く出て、全然焦げたわ。ハローソハン、 How are you? ソハン挽回でされたんかな。そんなことあったの。ソハンじゃないっけ、ペーブっしょそれ。ペーブか、なんかめっちゃ取られるな、配置が悪いか。こんな時間に電話かけてくる人ある。かけ
これ4分の4だわ、今日絶対強いと思ったのに。なえー。しかもあれレポの配置だし、あレポの配置使ったけどバカ炎上しちゃったね。やっぱ弱いよね。うん、なんかあの回廊のあのネブラコケて使ってた俺。ああ多分それだ、俺も誰か送りたいって使ったもんマジかよ。レギウスです。今な8分7、強。これプレーオフなんなら何チームいけるんですか。薩摩って何勝何敗なんだろう。グリーンってリーンだっけ。グリーン、インクの人。うん、それはグリーンさんだグリーンさんね。あニャロメンにもメンズコーチに勧めたわやめてあげて、やめてあげて、うん、なんだそれやめてあげて男にニャロメンがかわいそう。磨きをモレリに勧めてみてよ、絶対嫌いやから。いや勧めた勧めた、黙れよって言われたでしょ。いやちなみにね、割とね見てくれるよ、ちゃんと動画は俺ら見てすらいないからな。それな、マジでなんか男じゃねえわ。よし、あと2周で終わる。Is the super drug the best defense or trader? I think ice golem and rocket runeお、クラス美味しいんじゃん。うそ、コメ欄で気づいた。やっぱ OBS で開いてるとピロンってなんないんだよ。そうなんだね。でも自己啓発はマジ大事だよ自分のさ、なんかその筋トレしようとか、自分を肉体改造しようとかさ、勉強しようとか、そういう意欲がもうセルフでできるからいいよ。え？セルフで自己啓発するからいいよ。いやいや、できてないからジョージが教えてくれてんだよ。誰よ、ほんと。じゃあ、チャクラ YouTube やろう。スパダラあげるん？うん、まあ、ちゃんとうまいしな。あのこれからはスパドラとかみんな使うんだけど、ウルトライダー弱くて、それでうわスパドラとかどうしたらいいんだよ、やり方わかんねえ、編成わかんねえって人のために、あすごいわえ、俺の YouTube をみんなに行く。もう名前 RS YouTube にしとこう、まあ、あのネームバリュー使うから、うん、一旦借りよう。しかも割と本人までに届かなさそうじゃない確かにねYouTube とか見てんのかな。ね、絶対興味ないでしょあレジェで、レジェとかでなんか名前を RS リュータとかにしだしたら多分気づくけどYouTube とか Twitter とかで勝手にこれ俺ですって言っても本人にまで絶対届かない気するわ。
かさ、投下弊社ってさ、落とす瞬間にテスラ出てきてもさ、出せば間に合うのいいよね。伝わる。ああ、そうだね。毎回ババとか出してるわ。ね、なんか落とす中にタゲ変えれるよね。うん。このオーバーグロー100点やん。わっ、連軍釣れんのか、やっべ。ルートライダーならって思ったでしょ。320 your accounts. No, I already failed 3 times. うわー、うわぁ、なんか一番高いしな、一番高いとか本物だし、これもだるいな。画期的な、画期的な、ワンチャンあるか。ボルブレイカー欲しいな。あとスパドラやんならマジでブーメラン。あ、俺もブーメラン使ってるわ、200くらい。ブーメランって強いわね。うわ、全然こけたわ。いや、ちょっとあれや、クイーンの動かし方に問題があった。全軍釣れた時点で終わりだったわ。聞いてんのか、これでいいか。でも今日多分ローカルトップ5ぐらいには入ってた気する。マジ？ラントさんがイグ高いのを見た気する。よくある。これいつオーバーグロー使えばいいんだ。一旦オーバーグロー使っとくか。早くバロしたいな。ね、俺もバロのことしか考えてない。もうあれ出たな、新しいさ。分かってる。うん、出たよ。あ、もう出たんだ。じゃあバランス調整とかないん？うん、ただキャラ出ただけ。なるほど。ガクさんも差し上げクイーンチャージルートライでもダメですか？いや、全然強いですよ。ただ楽だからこっちやってます。レジェが1日2時間かかるとこが1時間で終わります。この辺ですね。やっぱその時間をね、練習に当てられるって考えたらね、マジでいいんだよね。何もやってないよその時間。まあ練習じゃなくてもさ、他のことに使えるじゃん。最近フィリピンを旅行する Vlog 見てる、ずっと。
Vlog やらジョージだろ。ちょ、そういう Vlog、ジョージのガチ Vlog のガチチャンネル。の旅、これいくら何ペソだよみたいな。で、Vlog チャンネルいいよね。で、コメント欄で、なんか、現地ではそんなんだけど、お前ボラれてんぞってコメントがめっちゃある。その動画で初めて知る感じも俺好きだわ、その Vlog チャンネルの それ醍醐味だよね。それ現地のフィリピンのコメントに溢れてる。そういうのって割とさ、顔とか関係ないんだよね、その伸びる人って。あ、確かに。わかる？なんかさ、特に魅力もないような人も伸びるやん、Vlog って。確かに確かに、なんかよくわからんチャンネル。いや、その多分、その国が大事なんだろうね。例えば、海外系の Vlog やったらさ、タイに行きたいからタイの Vlog なら誰でもよくて。いや、フィリピン行きたいなと思ったら、めっちゃ安そうやったもん。多分物価やばいっしょ。ね。物価はオープンでしょ。Good luck for first golden ticket. Thank you. Ah, thank you, old, old doom, old doom. あの、インドには行きたくないね。なんかシンクロニックとインド喧嘩してたじゃん。なんで？サミットのミーム作って、なんで お前はインドがそんな嫌いなんだみたいな。あーってあって、それやばい、ナイストーム、おもろ。これどこにあれ打つのがいいんだろう。さっき俺その配信ボケたわ。あ、これのこと言ってた、もしかして。これサイドにクイーン流したらめっちゃタウンの方来ちゃって、ロイちゃん出してる、援軍ついちゃって。あ、また出たわ。これトレンドか？さては。これ昨シーズンのトレンドやったよね。ね。これ全然あれか、横からでいけるやつか。VC つながってるのは、リュウタくんです。すっごい味が釣れた。学校久しぶりです。私は軍部隊で現役で兵役中です。今休憩取ってます。ガチに行きます。頑張ってください。久しぶりです。通常5部に入れる方の確定セットの中身を教えてください。いくつだっけ、5部18と残り5部18だけ入れればよかった気がします。今確定セットいけるんだっけ、そもそも。罠振られてたら無理じゃない？だよね。確定っていう確定はなかった記憶がある。うん、ガチ確定はないね。なんかそのダミー壁で隣接して絶対攻撃特化がないなら。あ、クイーン出す場所間違えた。あー、グロ。グロ。うわ、ちょっとレイジ使うとこ間違えた。じゃ、この配置強いわ。あ、でもいけそういけそういけそう。頑張れば。頑張れんかった。
さてはスパドラ弱い？いや俺が悪い。このルーティーのノンストレス感超楽やで。いや俺さ、なんかもうアップデート結構きつくなるのかなと思ってさ。そう、俺もそう思って。なんなら俺さ、ヒーリングトーム全悪上げた日にさ、アップできたんよ最悪すぎたけど普通に強かった。まあちょっと下がるぐらいじゃね。もともとがオーバーキルすぎたから。たまにガゴ入ってるように見えるんですけど、あー別にぶっちゃけガゴはなんかあれな、あれか迫撃のなんちゃらかいるんだっけそれって。結局いらんけど、まあなんか逆に昔の話じゃない。昔は別にそもそも枠は余るから時短でも何でもなんか理由こじつけてガゴ入れてる人いるけど、いらなかった気がする。何も関係ないっしょあれ。確か逆いらなかった気がします。この配置は1体だけルートライダー残すとカモのやつや。あ、全部出しちゃった。どういう経緯でジョージにあんなにアンチがついたのか気になるわ。なんか なんだっけ、なんかなんか3ヶ月前とかじゃなかった。でも最初に見たの What is he using for the equipment?今日で一旦生活リズム戻すわ。今日で夜まで起きて。あ、俺も戻したいと思ったんだよね。昨日戻してなかったっけ。まあ毎日戻ってるよどういうこと。まあでも結局あれじゃない、まあラダーいつ回すんか知らんけどさ、ラダーって1時からしよう、夜中の。そうなの？いやだったら1日何戦できるの？そういうのじゃない。見てないわ。勝手にやっちゃっていい系のやつじゃないんだと思うけどね。まあ多分1時から回すと思うんだよな俺。欲しい。え、それって何日だっけ。6日6日間スタートが1日。1日ってか、まあ日付変わって2時の2時になってすぐみたいなってことは、あ、2時や、2日の午前1時、月曜の夜ってこと。うん、月曜の中から。なるほど。これ星ちゃんに勧められて昨日マッシュル見たけど全然ハマらんかったあ、おもろいわけないやん。いやいやいや、
明日6時半の起きなのに今からレジ。僕らと一緒にバロしましょうよ。朝6時まで。すげえたまりった日本語わかるんだ。めっちゃ頑張って、ね、あれさね、翻訳かわいい。よし、ラスト一周。はい、いや言うて50分やったから、言うて頑張ったよ。うわー、ゲロー。ああ、外れた、それ、トム。はい、問題ない。おー、これ早い。あ、惜しい。1分切んの無理やな。ほんまだ2時間目だな。え、俺あの後対戦したしてない。まだ、いや、まだしてないんよね。俺もしてないんだよね。割ともう時間メタじゃリスク取るのどうなんてぐらいだと思うんだけどな。まあ、結構ウォームアップもさ、うん、まあ割とルーティーこうしんどそうだったけどね。でもみんなパフェ狙ってなんてみんな普通に攻めたらパフェ余裕やんな。うん、ただ時間を急いで全開しに行くのが割としんどそう。普通の全開ならいけるけど。明日ドライビングとやるよ俺ら。あ、そうなん、うん、煮物ですね。なんていうんだろう、これしんどそうってやつちゃんとしんどそう。確かに殺虫対策されまくったらワンチャンこけかねんしな。これドネーターないときってさ、うん、どうする？セルフで送ってる。あ、スパドラってね、全部セルフで送れるんよ。バルーン10だっけあれ。いや、スパドラ1とバルーン2とレイジフリーズ。楽やな。
でも俺なんで俺シューター多分7、8割ぐらい使うんだけどさ、うん、なんで苦じゃないのかっていうとやっぱモンストがあるからなんだよ。モンストしながらだとマジでね全然シューターいける。せめてマビアしなよ。いや無理だろ。学位 Have you watched アニメバキ？ No, I haven't。 バキ見てないの？バキってなんだっけ？ジョジョと別？別すぎるね。トゥル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 。あ、飛んだしちゃった。塩分の中身もスパだな。あ、これちょっと分かれ方不安やな。うわー、くたくせー。いや、ワンチャンあるか。え、まあ、バラの新キャラクッソ強いよ。そうなん、なんて名前。グローブだっけ。あー、お前さ、届かんか。グローブ、あ、僕だ。バイバイタマリッタ、グッナイ。結局序盤高くてもさ、次の日めっちゃ取られるから意味ないんだよな。今日めっちゃこけたな。あー、Thank you, Ivan. Long time no see. Thank you for subscribe. How are you? What hog skills are best? Hog skills. どっちが強いんだろうな。こっちかな。あー、Thank you, by Henrik. Thank you for raiding.正面でいくか。ホグ。タイかフィリピンだったらどっち行きたい？タイ。マジ？絶対フィリピンって言うと思ったんだけど。なんで？ああ。なんだっけ、さあ。タイだっけ、タイか知らんけど、なんかの島国なかった。タイにリゾート地みたいな。
バリ島みたいなやつね。じゃあ、なんだっけな。ちょっとググるわ。あ、これ。ガバみたいな。ブーケット。え、どこの国？タイ。うわ、貿易、昨日で308取られてんの。What do you use to own wooden tome? Life tome じゃない、なんだっけあれ。これ。Life tome。あ、Thank you, 10,000 followers. Thank you.じゃあ、Thank you, Coffin. Thank you for subscribe. 知らすと、うん、ファイヤーボール、はい、わーすげえ。 Thank you Coffin. Thank you for subscribe gift. ありがとうございます。 Thank you、うん、Thank you Coffin. Thank you Coffin.ファイヤーボールあげませんか。俺クリエイティブでさ血迷ってファイヤーボールレベル5まで上げちゃったんだよ。5ならセーフだろ。まあまあ、まあ、こんなに全開環境なのに星さん序盤でも星さんしっかり上、星さんはもう高かったんだ。まあ俺と同じぐらいじゃない。あ、でも俺も言うて高いじゃん。872にいるやん。879俺じゃん。嘘。ガチ。あ、ガックン高かったよ。そうだそうだ。ナイス。せや。全く見てなかった。Is this best strategy right now? Yes. Best strategy and best. Fastest strategy. なんかコードバックもまあまあ高かった気したし。マジ？俺ね、これで俺結構低かったらどうしよう。ぶっちゃけデースリーとかどうでもいいしな。1週間が割と大事な気するわ。オバグロ殺傷やりすぎてオバグロ落とし凍らせたい、1凍らせるようになってきた。割と必須じゃないそれ。じゃあなんかさ、このなんてミリ結構なんていうあれじゃん。いやこれ伝わらんわ、多分一生やるまで。ちなみに俺フレチャで俺多分1000回ぐらいやったよ。ちゃんどこ行った？まあ少なくとも俺ウォームアップの配置は全部やった気がするわ、バグロ。えらい、ちゃんとやったんだ。ダミアンがやる気エグすぎてさ。ではニャロメンのツイートにいたあれ誰なん？あのなんかさ、ああ、あのなんか変な外人の名前のやつ知らんか。うん、あ、俺もツイートしよう。ちなみにあれマジの、マジよ。誰？あれはマジよ。よし、終わり。
ダニートライアウトで3回出したけどさ、うん、3個系のうち2回押し位置やってんけど。スクリーンショット出てやんだっけ、あれか、Windows コントロール S だっけ、コントロールシフト S やん、コントロールシフト S か、この環境ゴミって言ってる人ほどこけるの何なんマジで。本当に誰のこと悪く言ってる今。ダニダニかい。何をしても全開取れる、例えばクイラバー、スーラバー、テンラバー、何をしても初心者でも取れる。で対戦何やっても取れなくて殺されるっていう。何ね、よしよし終わろう。早すぎだろう。いや言えて1時間7分やったよ。ありがとうございました。 Thank you for watching and thank you for subscribe。 Thank you for watching。 リタ君にレドしていい？あ、お願いします。うん、嬉しいです。シカート Thank you。 Never access me on Discord of course。 OK、どれだ、もうディスコのフレンドのあれ。